自分に合ったものとか、なんか用とか近いやつとか、そういうのを選んで使うといいと思います。前回はドラムシーケンサーを使ってドラム音源モジュールを演奏しました。で、今までやってきたシーク3使ったシンセサイザーの演奏と今回ちょっと同期して演奏してみようと思います。接続は簡単で、ジノムのクロックのアウトをシーク3の EXT クロックにつなぐだけです。で、シーク3の方のランボタンを押して、ジノムの方のランボタンを押します。同期の演奏が始まりました。で、テンポもやっぱり追従して上がります。で、クロックジェネレーターの面白いところは、ドラムとシンセを同じテンポで違うタイミングで演奏させることが可能です。VCV ラックってクロックジェネレーターだけでもかなりの数あるんで、自分に合ったものとか、なんか用とか近いやつとか、そういうのを選んで使うといいと思います。